はい、カノさんが赤ちゃんの時から使っているベビーシートなんですけど、ちょっと大きい子用のに変えます。あやはやが使ってたやつに変えます。よいしょ。なんかベビーサーラーメンとか落ちとるし、ちょっとお兄ちゃんたちが使ってたやつなんで使用感がありますが、さあカノさんは気に入ってくれるでしょうか。パッチン全部止まっとった？うん、閉まらへんやつ。こことか側面とか止めとかんと危ないよ。反対側止めたる？うん、止めてあった。はい、じゃあどうぞどうぞ。ちょ待ってよ、かんちゃん。新しい食べるともいいな。新しい食べる。どうですか、うん、このシート自体が3歳から使えるやつだったので、まあジャストかな。かんちゃんかんちゃん言っとくよ、これは絶対外しちゃいけんところやでね。わかった、うん、こうだよね。でここにあれを入れてあげようか、首が痛くならんやつを。で、あの肩のところ食い込まないようにちょっとこれはめときます。汚いな、何やっとんの、やめて。こう、はい、じゃあこれから、これがカノさんの新しいシートになります。これお約束やでね、これ絶対はめといてよ。わかりましたか。じゃあね、カノさん、お姉ちゃんシートベルトはどうですか。お姉ちゃんシートベルトは嫌。せっかく大きいのに乗れるようになったのに。普通のシートベルトはいいのよ。普通のやつは大人用でまだできんのよ、カノさん。いや、いいだから、これは嫌。じゃあ赤ちゃんシートベルトに戻す。うん、それやったら自分での上り下りできるよ、カンちゃん。いや、できないな。元に戻すの。うん、付け替えたのに。うん、あ、1個。入らんな。入らんな、これは。これは外してからかな。はい。いや。はい。どれがいい？これ？これ？これ。一つだけでいい？ありがとうございます。ちょっと落とすのやめてよ。落とすのやめてよ。はい、ありがとう。バイバイ。ありがとう。よいしょ。もう切らないとワクワクしようと。なんかこの新しいチャイルドシートはかなりお気に召さないみたいです。もうあなたのせいにしてるんじゃないの。もう無理、ラジャー聞いてるのよ。もう何してるのよ。もう何忘れてるのよ。痛いのよ。だから痛くないようにしてあげたのに、あなたが勝手に外したんでしょ。珍しくこの角度です。ラーメン食べてます。チョコをだけ置かしてな。お出かけ行ってきたんですけど、今日行ってきたのは、パパのお仕事についてお出かけ行ったのと、あと西松屋とかいろんなお洋服屋さんがオープンしたので、見に行ったのと、あと、毎年恒例柿を買いに行きました。チャイルドシート、かのさんどうするかなと思って一回試したんですけど、嫌がりがひどかったので、一回前のチャイルドシート、ベビーシートですね、の方に戻します。いいですか？いいです。はい、ということでまたしばらくベビーシートになります。あと柿。柿はね、これわかるかな？ママの手で食うとこの大きさ。あの、市販で売ってる柿よりがでかいんですけど、これが4つ入って100円。さすが路上の柿。ただね、ちょっとね、若干痛みがあるかなっていう感じなんですけど、家で食べる分には全然問題ない美味しい柿が買えました。食べない。うん、まだ向いてないもんね。うん、あとは、いろんな服屋さんオープン行ったんですけど、まず、西松屋から行こうかな。バンビちゃんが乗っている。これ、トレーナーですね。100センチです。下にね、チェックのフリフリがついた、
これもトレーナーですね。これ薄手の T シャツなんですけど、手首がやっぱね、100センチだとちょっとまだでかいんですよね。これも100センチの服なんですけど、折り曲げて着てます。これは見せたらダメか、はすいません。これはちょっとゴムが入ったタイプで、肩にフリフリがあるね、服になります。ちょ、まだね、こっちにあるんですけど。で、ここからが別の服屋さんで買ったやつです。冬用のワンピースなんですけど、こんな感じの一着買いました。ちなみにこれね、お値段はね、670円、消費税別です。アンパンもあった。あった。ラーメンにアンパンもあった。あ、食べちゃった。はい、これと、あとパジャマがね、冬用のがなかったので買ってきました。で、カノさんが選んだのはこちら。コーペンちゃんかなのパジャマに乗ります。ほら、ズボンにコーペンちゃん書いてます。これもお値段同じですね。670円、消費税別です。ママが選んだのはこっち。じゃーん。ほら、これシナモロールですね。で、しかも、これほら、光るタイプですね。お洋服が。これも実は、670円だったりします。まあね、すぐ汚しちゃったりとかサイズアウトするので、高いのは買いたくないんですけど、これはちょっと、いいお買い物したと思います。かんちゃん、これかわいいね。ピカピカ光るんだって。かわいい。はーい。カノさんにもお墨付きもらってます。ね。これもうちょっとね、寒くなったら着ましょう。でもこれ、多分ね、100センチなので、足がね、ガバガバなんですよね。ちょっと縫わないといけません。ということで、カノさん、今日はお買い物の旅行ってきました。なかなかね、お姉ちゃんたちとね、一緒に行くとね、ゆっくりね、お買い物できないんですよ。まあ、カノさん連れてもお買い物ゆっくりできませんが、まあ、大きくなると服も入り用やしね。120センチからはお姉ちゃんの服取っといてあるので着れると思いますが、まずそれまで。100センチがなんせね、お店に少ないの。どのお店も硬いお肉やね。ファミチキの仲間のやつやね。あ、いい音する。ちなみにこの今着てるお洋服も安売りです。いや見せたらダメ。見せたらダメか。お値段200円です。バイバイ。バイバーイ。バイバーイ。柿むく子。はーい。じゃあ後で剥いて食べましょう。まずはご飯食べてください。